おはよう <coughs>。ね、月曜日早い。<laughs> また新一週間が始まります。キスありがとう。おはよう。 やっほーなんかもう一週間のうんなんていうの時間の速さがもう追いついていけない <laughs> もう追いついていくのに必死です そう特にさその前メールでもちょっと書いたんだけどあの木曜日にブログを載せるからブログが載るじゃないですかだからその「もうブログが来た!」ってなって <laughs> そうはや早すぎる時間が。 つらい,、ね、いよね。頑張ろう。いや頑張らなくていい。<laughs> もう楽しくいきましょう。今日も朝から激かわいい。可愛くないよ。う <laughs> もうほうんすっぴんなのにめっちゃ。先ほど X 見たあ嬉しい。おはつ おはつん、おはつん。そう、今日もね。夜まで。お仕事があるので。頑張ります。そう、夜お仕事あるから。夜配信はね。 できないんじゃけどそうなんですだから今かもなんもか雨の予報らしい確かになんか頭が痛いから <laughs> 雨の日はね頭が痛いんですよねそうあのマーナもそうなんですけど多分遺伝で雨の日は頭痛が起きやすいどういう原理かは知りたい月曜日になるとお布団にこもっちゃう早くゴールデンウィーク来てほしい確かにでもさ言うてさゴールデンウィークもあと1か月後やろ 1> 1ヶ月も切ってるから早いよねもうびっくりだよリオはえ <laughs>、ね、月曜日でも今日ねリオ意外とすんなり起きれたかも昨日夜遅めに寝たのにすんなりき起きれたかもしれないパーナは大丈夫なのパーナはねなんか頭痛いとか聞いたことないかも。 <laughs> あんまり <laughs> 頭痛いって聞いたことないかもしれないパーナーね本当にね病気しないんですよ病気もしないしあのなんか健康なんですよ <laughs>、ね、長崎も雨降ってますそうなんじゃん ツイッター見てきたら写真がかわいすぎたえっしいそうあれはね昨日撮ったやつなんじゃけど浜辺で撮りましたそう最近雨多い気がする すげえさん、ありがとうございます。高校生になりました。十五歳の有吉のこと、岡村隆です。ぜひフォローしてください。ゆうた、ありがとう。ココハ、知ってるの、知ってるよ。仲良しです。ラインも。とっております。知ってるというか、もう親友ですね。え <laughs>、そう、ココハも歌手力出るんですけど。 あの出るのって聞いたら「出るよ」みたいなこはが LINE で「リオに会えるように頑張る」みたいなの <laughs> 言ってたその決勝二人とも決勝に進んだらその決勝大会で会えるから会えるように頑張るって <laughs> リオとの写真お母さんが撮ってるのうんママが撮ってるまあ カメラマン <laughs> でもマーナね撮るのうまいんですようまくてたまにパーナーが撮る時もあるんですけど <laughs> ちょっと壊滅的に <laughs> 撮り方がちょっとあんまりお上手ではないので <laughs> しかもパーナー適当なんですよそう適当でなんか。 そうだ明日も雨雨が多い <laughs> 雨かなんでこんなに雨多いの梅雨梅雨が先早めってこと今年資源 <laughs> さんありがとうございますこ高校生になりました十五歳のリオツンこと岡村リオですご覧してください そうカメラマンですマーナーカメラマンインスタ買わいかった嬉しいイエーイね最近はさそのインスタ始めたっけさ「これインスタ使えそう」みたいな,なんかすぐインスタレーダーが。 あのつくようになったあこれインスタ装備だよさ <laughs> そうみたそうインスタ女子 <laughs> インスタ女子になりましたそうあこれ映えるこれ映えるみたいな <laughs> そうインスタインスタ女子です <laughs> とにかく写真をと撮っちゃうねう <laughs> ん そう。え、インスタは。あの。ゆっくりと上げていきます。<laughs> あとね、今日ね、朝、朝メール。朝届くメール。が、の写真が。多分、可愛い。可愛いと思うので。 楽ししみにしてください <laughs> 今日の朝メールの写真かわいいと思うのでお楽しみに。GKR あるけど。てか今週 18? 6、7、8。あと3日後 ?18 日、牧隊じゃん、最後の。1ヶ月ぶりの2.5期最後の牧隊。楽しみ。21時にアイス行ってきた。あ見ましたよ。 ほんあのねめっちゃ種類があって21時にアイスでなんかお店の人にねなんか期間限定でやってるいちごみたいなやつをおすすめされたんですよそうめっちゃおいしそうだったよでもまあキバナナにしたんですけどでもいろんな種類があって迷ったトッピングとかもいろいろできたりするからまた行ってさまた違う種類も かぶってみたい試験さありがとうございます高校生になりました15歳のリオツンこと岡村リオですフォローしてくださいなんかさそんな感じでさこう聖地巡礼みたいなねしてくれる人いるじゃないですかでさファ,ンのファンの方同士でさこうたまたまさたまたま一緒の時に来てておぉ同じメニューみたいなそのリオが頼んでたやつとかなんてなんか あなた分かりやすいですかみたいななんかこう出くわすことないのかなと思って気になるたまたまさそのファンの方同士でさ政治巡礼同士出会うことないのかなと思ってほらありがとう気になる <laughs> まあ、ドンレミーの時はね確実にあったと思うんですけど二例 MV 公演のあのきのやつには座りたいあベンチね <laughs> でもそのちょうどその2例ム v 撮影をした日が雨が降った翌日だったからベンチとかもすごいびしょびしょに濡れてて。 でなんかコンビニでなんか雑巾みたいなのを買ってきてくださってマネージャーさんがでこう拭いて使使いました映え写真のとりっこってったら <laughs> あらアイスは別腹って店も渋谷にあるいろいろあるね <laughs> あら でも可愛い嬉しい可愛くないけど <laughs> 確かに怖いみならありそう確かに確かにパルコ近くとかあーありそうだねサイカリンとリコチがいなかったどこ二十一ライスですかいや、いなかったです バイキューキンに連れて行ってもらった、グレタンの美味しい店なら、お宅に遭遇した。そうなんですか。あの方同士で。あ、こんにちはみたいな <laughs>。あ、スイパラ、あ、それはそう。スイパラはね。あの。期間。確かに。あ、タワレコも確かにあるね。確かにあるね。 ああ氷結き帽子もあるね <laughs> 確かにあでさあのその時タワレコ寄ったんですよリオさあのパルコ行った時にタワレコ寄ってなんかノートみたいなのがあるんですけど分厚いなんかメンバーもファンの方も書き込めるノートみたいなのがあってしたら辺にそれを書きました みんなもし行った時は見つけてください。<laughs> 多分リオのねのリオがそのノートに書いたメッセージは2個あるんですけどその1個目が多分前にあのリチャとイチゴとウカと4人で遊んだ時に書いたやつでで2個目が。 この前、数日前に新しく書いたやつなので探してね <laughs> あとねその時にね、ま、いちゃんさんのね誕生日カードも書きましたメッセージカード書いて入れました <laughs> そうラスト1枚でしたそうカードラスト1枚でラストだ <laughs> ラスト1枚取っちゃいました <laughs> 配信何時まであれもう52分じゃん配信はね8時までしかできないんですよあの JK なので55分になったら壇上を読みたいと思います そうあそうだあの顔写真のあるじゃん顔写真顔写真のやつの裏も追加しましたメッセージを <laughs> メッセージを追加したので裏も見てみてくださいあのリオンメンバーのさアーシャがあるじゃないですか それの裏を追加してるのでそちらもチェックしたね僕の大学行く嬉しいありがとう今日か明日行けたら行くおっ <laughs> すごい行動が早い昨日のマイケルの料理配信見たえー、見ましたあの全部は見れなかったけど ちょっとずつ見ましたアップルパイみたいな作ってたちょっと指針かなって思いました <laughs> リンゴなので <laughs> 嘘ですよ嘘冗談22時までの配信って誕生日来てからやっけ22時までうん16歳になってから今15歳だから16歳になってから多分。 22時までになると思う <laughs> そうだねまた多分そろそろ足も新しくなるのでまた書きに行,き行かなきゃね <laughs> 確かにそうだよそろそろ変わるから身を覚めて <laughs> 新しく裏に書いたメッセージも見てください あ、じゃ昨日見たえ裏見たの <laughs> そう指針今回の足どんな仕上がりかが楽しみわイは木体公園行けないんだけど新しい宇宙を掲げる人が何人かいるみたいリオのオかりおしの嬉しい 楽しみー。<laughs> 楽しみー。ね。四つが可愛くて、可愛くて、大好きだよ。嬉しい。朝から愛を伝えなけれ。<laughs> 元気が出る。<laughs> インスタ可愛い、嬉しい。見てくれたの。あ、五十五分になっちゃった。 見さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリ月のことをお米のリオデジーフラッシュできなさい。じゃあ、12日大阪から参ります。大阪からそうそう。平日なのに。ありがとうございます。それでは、ちょっとお時間が来たので、誕生読みます。うんと、13位、レオタンさん、ありがとうございます。12位、KC603 さん、ありがとうございます。11位、 ゆうきあきたさんありがとうございます。十位周さんありがとうございます。九位小原さんありがとうございます。八位東野卓樹さんありがとうございます。七位あやあさんありがとうございます。六位吉久くんさんありがとうございます。 こい、鈴ずさん、ありがとうございます。四位、昔からおじいさん、ありがとうございます。三位、まさだかさん、ありがとうございます。二位、フラペチーノさん、ありがとうございます。そして一位は、ドゥルドゥルドゥルバン。 ゆずきちさんありがとうございますイエーイありがとう今日は夜までお仕事があるので夜配信はなしです明日も多分朝配信かもしれませんちょっとねまだ明日の お仕事のねスケジュールが来てないから確定ではないけど多分朝だと思います。 ゆずきちさんありがとうございますありがとう確かに7周年ツアーももう,うすぐだ <laughs> 緊張する はい、それでは皆様今日からえ今日月曜日 <laughs> 月曜日辛いと思うけどリオと一緒に乗り越えましょうリオも頑張ってきようと思います <laughs> 頑張ってこようと思います <laughs> 頑張ってきます 学校と両立も頑張ります。はいというわけで18日の「僕の太陽公演」まだチケットやってるのかなもしやってたら最後の2.5期最後の牧隊であの昇格して GK になって初めての牧隊になるのでぜひ来てください7周年ツアーもお待ちしてます。 あと、9月6日のお台場のフェスも来てください。昼夜どっちも超おすすめです。それでは、バイツーン。今日も一日、行ってらっしゃい。行ってきます。おやすみなさい。おはようございます。<laughs> バイツーン。また明日。